衝撃価格、マックフライポテトミリリットルサイズ250円。ナンバーアンダーラインアイが、おかわり、レンコで話題沸騰中。マクドナルド、ポテトおかわりキャンペーンで、夏の思い出を忘れずに。最近、8月19日から始まる12日間限定のキャンペーンが話題となっています。このキャンペーンは、 マクドドナルドの定番商品であるマックフライポテト登録商標マークの M サイズと L サイズが250円で楽しめるというものです。通常の価格からすると、非常にお得なこのキャンペーンは、当然のごとく多くの注目を集めています。特に、このキャンペーンを宣伝するために作られた CM に登場するナンンバーーアダインアイのメンバーたちの姿が、ファンの間で大きな反響を呼んでいます。ナンンバーーアダインアイは、 常にエネルギッシュで、楽しさを共有する姿勢を持つグループとして知られています。その彼らが、おかわり、おかわり、おかわりと叫びながら、笑顔でポテトを食べる姿は、見ているだけでこちらまで幸せな気持ちにさせられます。まるで、自分もその場にいて、彼らと一緒にポテトを楽しんでいるかのような感覚に陥ります。ファンからの SNS での反応を見ても、 この CM がどれだけ愛されているかが伝わってきます。では、なぜこの CM がこれほどまでに人々の心をつかんだのでしょうか。それは、ただ単にお得な価格を宣伝するだけでなく、視聴者に楽しさを提供することに成功しているからだと考えられます。マクドナルドのポテト自体は、多くの人々にとって馴染みのある味です。しかし、そこにナンバーアンダーライン愛のメンバーが加わることで、 そのの味わいが一層特別なものになもにります彼らの笑顔や元気な姿を見ることで、ただのポテトを食べるという行為が、何か特別で楽しいイベントのように感じられるのです。さらに、CM に登場するメンバーたちが、まるで友達や家族と一緒に楽しいひとときを過ごしているかのような演出が、視聴者に自分も一緒に楽しみたいと思わせる力を持っています。特におかわり、おかわり。 おかわりというフレーズが何度も繰り返されることで、その楽しさが視聴者の心に強く刻み込まれます。このような単純な繰り返しが、視覚的にも聴覚的にも強く印象に残るのです。このような CM の成功の裏には、マーケティングの巧妙さだけでなく、視聴者との感情的なつながりを築くことができるかどうかという重要なポイントが隠されています。現代の広告業界において、 商品やサービスの魅力を伝えるだけでは不十分であり、いかに視聴者に共感や感動を与えるかが鍵となります。ナンバーアンダーライン愛が登場することで、マクドナルドのポテトは単なるファストフードの一品から、特別な体験へと昇華されているのです。しかし、この体験をさらに深めるためには、視聴者が実際に行動に移すことが求められます。例えば、家族や友人と一緒にマクドナルドに足を運び、 ポテトをシェアすることで、CM で感じた楽しさを現実のものにすることができます。そして、その楽しさがまた別の友人や家族に広がり、キャンペーン自体が一種の社会的なイベントとしての役割を果たすようになるのです。私たちが現代の広告に期待するのは、単なる商品情報の提供ではなく、より深い、つながりや、体験を提供してくれることです。特に、SNS が普及した今、 広告が持つ力はこれまで以上に大きくなっています。一つの CM が SNS で拡散され、多くの人々の間で話題となることで、その商品の魅力が一気に広まるのです。例えば、ツイッターやインスタグラムで、ハッシュタグ月曜からポテトミリリットル250円、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイなどのハッシュタグを検索すると、CM を見たファンたちの反応が次々と表示されます。彼らはただ CM を楽しむだけでなく、 そのの感想や興奮を他のファンたちと共有していますこれにより、CM の効果は単なる視聴にとどまらず、視聴者同士のコミュニケーションやつながりを促進する役割を果たしているのです。また、このキャンペーンが行われるタイミングも見逃せません。8月という季節は、夏休みの終わりを迎える時期でもあり、多くの人々が家族や友人と過ごす時間が増える時期でもあります。 この時期にお得なポテトキャンペーンを展開することで、家族や友人と一緒にマクドナルドに足を運ぶ機会が増え、自然と楽しい思い出が作られるのです。さらに、現在の状況を考えると、コロナ禍で多くの人々が家で過ごす時間が増え、外食の機会が減っている中で、こうしたキャンペーンが持つ意味は一層大きくなっています。外出が制限される中での、ちょっとした贅沢として、 マクドナルドのポテトがその役割を果たすことが期待されます。そして、ポテトを楽しむことで、日常の中に少しでも明るさや楽しさを取り戻すことができるのではないでしょうか。朝からマックフライポテトの CM を見た瞬間、笑顔が広がる。なぜこんなにシンプルな食べ物が、こんなに人々を幸せにするのだろう。それも、単なるポテトじゃない。おかわりというキーワードが、 誰にとっても特別な響きを持つように思える特にナンバーアンダーライン愛の3人が楽しそうにおかわりを叫ぶシーンが頭に焼き付いて離れない。この CM は単にポテトを売るためだけのものではない。それは私たちの日常に潜む小さな喜びを再発見させてくれるものだ。例えばマクドナルドのフライドポテト。それは子どもの頃から慣れ親しんだ味であり、 大人にななってても変わらない安心感を与えてくれるポテトを一口食べるたびに、忙しい日々の中でちょっとした安らぎを感じることができる。そして、おかわりという言葉には、単なる食欲の満足以上の意味が込められている。繰り返す好意そのものが、私たちの中にある、もう少し楽しみたいという欲望を象徴しているのだ。さて、このキャンペーンがなぜこんなに注目を集めているのか。 改めてて考えてみよう8月19日から始まる12日間限定のマックフライポテトミリリットルサイズ250円キャンペーン。この価格設定がいかに魅力的かは明らかだが、それ以上に重要なのは、ナンバーアンダーライン愛がキャンペーンを通じて発信するメッセージだ。彼らがおかわりを叫ぶ姿は、シンプルながらも力強い。ポテトを食べる瞬間、その楽しさや幸せを共有することができる。 そして、その楽しさは決して一人だけのものではない。家族や友人、仲間と一緒に過ごす時間が、さらに価値を高める。実際、この CM を見た多くの人々が SNS で感想を共有している。家族みんな笑顔です仲間に入りたい、可愛い三人に癒されますなど、共感の声が次々と上がる。私たちはみんな、こうした小さな幸せを共有し、再確認することで、 日常の中にある小さな喜びを見つけ出す。そして、その喜びは次第に広がり、やがては他の人々にも伝播していく。お代わりをすることで得られる喜びは、単なる食べ物の満足感を超えたものになる。さらに、このキャンペーンが注目を集める背景には、現代の消費者が求める、体験の重要性がある。マクドナルドでポテトを買うという行為自体は、 単純な購買行動に過ぎないかもしれない。しかし、ナンバーアンダーライン愛のように楽しみながらポテトを食べることで、その行為は、体験へと変わる。私たちは今、ものを買うだけでなく、それをどのように楽しむか、そのプロセスに価値を見出す時代に生きているのだ。ポテトを食べるという行動も、同じように体験として楽しむことができる。例えば、ポテトにソースをつけるだけでなく、 アイスクリームにディップして食べるというアイデアが広がっている。これもナンバーアンダーライン愛の CM が影響しているのだろう。彼らのように自由な発想で食べ物を楽しむことができる。それは決して難しいことではない。自分自身が楽しむこと、その瞬間を味わうことが重要なのだ。この CM を通じて私たちはおかわりの真意を考えることになる。 ポテトが250円というのは確かに魅力的だが、それ以上に何度もおかわりしたくなる気持ちをかきたてるものは何なのか。答えは明確だ。それは食べ物そのものではなく、それを通じて得られる体験や感情である。仲間と共有する笑顔、再び食べたいと思うその瞬間、そして繰り返し味わうことによる楽しみの積み重ねが、おかわりという言葉に込められているのだ。では、 私たちはこのキャンペーンをどのように楽しむべきなのか。ナンバーアンダーライン愛のように、無邪気に笑い、何度でもおかわりを楽しむ。それが、マクドナルドが提案する新しい、おかわり文化なのかもしれない。最終的に、このキャンペーンが成功するかどうかは、視聴者がその、楽しさを実際に体験し、共有するかどうかにかかっています。CM を見て、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちと同じように楽しみたいと思った人々が、実際にマクドナルドに足を運び、ポテトを食べることで、このキャンペーンの本当の価値が実現されるのです。ですから、次にマクドナルドに行くときは、ぜひこのキャンペーンを思い出し、おかわり、おかわり、おかわりと笑顔でポテトを楽しんでみてください。そして、その楽しさを友人や家族と共有し、 一緒にこの夏の夏素敵な思い出を作りましょう最後にこの記事を読んでいる皆さんに問いかけたいのはあなたは誰と一緒にこのキャンペーンを楽しみたいですかということです。あなたの大切な人と一緒に特別なひとときを過ごすためのアイデアを膨らませぜひその計画を実行に移してみてください。